いやー、小野谷くんがね、XA クランの T シャツ担当ということでね、これお父さんが T シャツを作ってくれるということでね、ありがとうございます、すごい。俺もらった分、視聴者プレゼントしようか。お前最悪だな、せっかくもらったなのに。でもなんかいつかなんかみんなでグッズ作りたいな、それなんか最近考えてたわ。タモさんなんか最近、なんか出してませんでした？うん、あれはもう昔から出してやったんだけど、いつ出そうかなって迷った挙句もう最近出したっていう。パニコンっていうサイト、のサイトです。あー、パニコンか。うん、いや、みなんですね。もう俺はね、まああのファンクラブは次違うとこに移行するんで、パニコンからね。あれ待って、二人はプリキュア？はい。あ、上、ナイス。で、起こさない方がいいっす。起こしちゃダメ、ジョーさん。なにほら、上開いてる。何？ちょっと変身しましょう。変身いきます。変身しない方がいいだろ。あ、終わった。変身変身なんで変身したんだ。お前が言ったんだろ、普通に今。ジェイさん何歳ですか？14歳。クソガキが殺す。同い年だろ、お前。トノヤが1歳下なんでね。はいはい、なのに一番大人なのかな。いや、どうなんでしょうね。大人じゃなくて陰キャなんだよ。いや、サイコパス。まあでも正直一番イカれてるのはコナイだと思う。正直一番イカれてるのはコナイだね。コナスか。うん、当たり前だろお前。マジで部活やっとけばよかった。悲しいな、やらかしたな。うぜえなお前。いやでもな、でもあドラマみたいな青春ドラマはなかなかないけどな。ないよ正直。いやー、身が勝たんない。お前は何やってたんだよ、お耳は。部活はよ。まあうちも大したことしてないですね、よくよく考えたら。なんでその喋り方、お前コナヤみたいな。ブス気持ち悪い。ブスがブスがね、ブスがブサイ。そこまでは言わなくていいと思う。そうやね、俺もそう思う。あ、言い過ぎだね。ペガサス言い過ぎだね。ペガサスか。ペガサス言い過ぎやですよ。いや、コナヤやん。コナヤ。いや、俺何も言ってないっすよ。お前何、お前全然何も聞いてんだこれ。いや、お前さ、コナヤさん今さ、今タモさんでしょって言うところだろ、お前さ。女の、お前ヌメモンのインスタのリアカニのタモさん晒されてあったからな。は私はお金のために使われてるんだって。おぉーちゃんでは。お前やめとけって、お前。おい、トラウマまたできちゃう。そっちのはやべえだろ、どう考えても。俺、なんか DM 来たからな。ちゃんの転生です、アカウントですって言って。いや偽物だろ。転生なんか転生アカウントいっぱいあるらしい。 あるんだ。桃太郎みたいなやついるんだけど。どんぶらこ、どんぶらこ、ダンボールがダンブラコしてるよこれ。やばっ、こいつ壁開けたら自分のボックスにロケラ打ち始めたんだけど。ガチ怖え、こういうやつ。あっ、あるやめろお前も。いやけ、違うよ。はダメだ。いけ、ポンポン。ナイス。当たんない。死ぬ。あ、死んだ。もうちょっと、あと。やべえ、飛んだ。よっしゃ、俺はもうドラムガン以外持たなくていいや。おお、白ダメだ、白ダメ。白ダメ。その中へ。行けまーし。DS。お、ちょっと待って。お、やばい。上から。なんでもうなんかもうマウスがやばい。もうちょっともうわかんねえわ。あ、もう嫌だ。いや、最悪。やばい。これ。高木さん。待って。あ、高木くん。待って。高木くんはこういうことするから。あー、高木くんこれ。あー、ちゃんと今回はちゃんとしてる高木くんかなこれは。あ、そんなこと言っちゃったら。おい、高木くん。あー、タモさんが悪い、今のは。あー、これタモさんが悪い。うん、悪かった、今。待って。やべえ、あいつ。行くぜ。おお。この、振り返り。おー、ね、言ったでしょ、まあ、タモさん起こしとけばよかった。まさらそれ言うのかよ。はい、ということで今回はですね、はい、XA クランもう2年ぐらいも経ってますね。もう2年は経ってるね。 XA クランでの思い出の場所。ナイス。ありますよね。絶対同じだと思うんですよ、やっぱり XA クラン。絆、
絆だ。どこ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 ど前のマップだったらあるかもしれない。そう、前のマップの場所でいい。前のマップと同じ場所に降りる。あの、もう何も言わないでね。多分みんな同じとこ降りるから絶対大丈夫。せーのでか。やっぱりここじゃないかなって思います私は。うん、もう全員バラバラじゃねえかよ。綺麗にバラバラ。俺パラダイスパームです。めっちゃ行ってた記憶があるんで、だから俺はここかなっていう。なるほどね。キルマップ違うよねやっぱり。え、じゃあタモさんのやつはどこなんですか。まあ俺はここはあそこだよね。で、間違えてる俺もしかして。やべ、間違えた。このキピンだった。やっぱりまあこっ近いから大丈夫でしょう。ポーラービークですか。そう、ポーラービーク。ここはですね、ペガサスが20何キロを初めて、23キロだ、2キロだっけな、を初めて達成した場所ですね。いや、覚えてないんですけど。そおめえ甘えてねえ、そんなところが思い出なんですか。え、だって XE から2年あって最高のキル数のところが思い出の場所って、うん、あともう一個はまああのやっぱここら辺の近くでデブが卒業したっていうね。そこでデブの卒業の話をしたっていう場所ですね。最高キル数がセックラの思い出みたいな、うん、そんだけの感動よね。平等に楽しめて、うん、そのなんかみんなが平等になんかいろいろやってんような感じかなと思ったら、ペガサスだけみたいな。デブだけみたいな。いや、あの時みんなで感動分かち合ったじゃん。デブもそうじゃんね。デブもそうじゃん、やっぱりみんな。デブとペガサスの思い出の場所じゃねっていうふうに僕は思いました。なるほど。まあ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 、みんなの思い出ね。 TS の位置はここ、あ、じゃあそれそっちか。初めてクストがキクラン、うん、俺の活動やった時に降りた場所、フェイタルフィールドなんですよ。ちょうどハンターとかがいた時の話ですね。そうだね。ペガサスの場所はどこなの、それは。シフティシャフト。シフティシャフトの思い出を思い出して。マフィンがワールドカップで倒されたとこっすね。マフィンがワールドカップでアンチ会であのやり合ってるとこでしょ。わかるよ、俺も。全然クソヘッグランと関係ねえよ。やばい。いやー、ペガサスが。あれ？ティえ？どこにいんねん、お前は。まあ、でもしょうがないよね、今回は。ナチュラに。やべ、ナチュラに行っちゃった、やばい、ちょっと待って。それ今多分ジョセリンさんが聞いてたらどう思うんだろうな。本当だ。本当だ。どうすんねん。欲求漫画なのかな、ユージってなりますよ。欲求漫画なのかな。それそうはならねえよ。やばい。うわあ。クソエムすぎる今日。コネヤ君はどこがなんか。思い出の場所？舐めてる？とかじゃないですかね。ティルデッド、なんで？なんでなんで？多く行ったイメージがあるし、最後にデブがいなくなるときになんかティルデッドでタイマンとかしてやってた記憶が。タイマンしてたっけな、デブと。そういえば最後ね。懐かしいな。俺を倒してから行けみたいなね。そうだよね。友さんが優しく負けたやつ。早く絶対にビクロイするんで。絶対にビクロイしろじゃん、早く。アンチ内入って。アンチ内入った方がいいですかね。うん、アンチ内入ってガチで絶対でビクロ。お前ハープン捨てだけ。回復しろ回復。ハープンする武器持ってる。スロッパー飲め。スロッパー飲め。ハープンしろ。後ろにエアロある。待って待って、うるさいな、ちょっと。お前武器らしされたつもり？待って、これいけんの？不可能ではないと思いますね。こっからメディキが出るんですよ。もう本当にメディキが出たよ。え？今日え？ちょっとか持たんのかい？いや本当だよ。お前勝つんだよな、これでな。どうしました、また負けたら。最近俺ばっか言ってるから、ちょっとマネージャー罰ゲーム決めてほしいよね、マネージャーがね。じゃあなんだろう、何なんかある、オンミ。TikTok とかでいいんじゃない。適当だな、お前。なんでそんな適当なの。適当だから、じゃあやだな。一本抜いて写すと。そんな余裕でできるぞ、こいつ。お前本体出してる人間だぞ。ブラジリアンワックスやるとか。ブラジリアンワックスで一気に抜こうぜ。え、別にいいけど、ダマさん動画で使ってくださいよ。あの、動画としては使わない。全部音声として使うんだね。え、てか待って、これ俺じゃね、俺も。だって残りワンパじゃん。飛んでくぜ。はおい、マジか、こいつ。立ち向かってるよ。ロケラン一丁で。おい、来て。甲子園行こうとしてる。おーおーおー、なんか横にいるんだけど。おーおー、でも。いや、無理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 。今だ、今だ、上、上、今だ、上取れ。ね、無理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 。高木さん、高木さん。罰ゲームでお前全部抜くことになるぞ。ロケラン、行け。おー、ナイス。おい、
降りるな、もっとロケのリロードして撃て。あ、終わった。終わりだ。はい、健在なし。え、ミニガン撃たれる。ジジー。予言者。え？戻ってねえのか、今の。なんで生きてんだよ。え、後ろで起こしてね。まあまあ、大丈夫。わー、やばいやばい。ナイス。うわ、ナイス。え？あ、レンガ、レンガじゃ金属。やばいやばい。うわー、やばい。レンガ、レンガ。バンド切れなかった、今の健在。いや、あい。最近入ってきたばっかなんで。いや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 、それはもう罰としてね、やりますけど、さすがに修学旅行が終わったらにしてください。あ、そういうこと。修学旅行前には地獄ね。いや、ダメでしょ。いや、ここのプライド。ダメでしょ。やばー。